ジュンヤさん。自転車に乗っている時に小次郎さんから電話があって、もうすぐ純也さんがこっちに来るからって。だって純也さんが怪我をしているって聞いたんだよ。それなのに放っておけるわけないじゃない。そんなにしてくれるの？もっと自分の体を大切にしてよ。違う？何が？だったら。後悔なんかしない。純也さんと一緒にとわちゃんを助けるんだよ。後悔するようなことになるわけなんかない。私にはわからないけど、もしそうなら、純也さんが強くしてくれたんだよ。だから、私より強い純也さんでいて。純也さんはどうなるの？そんなのダメ！無茶に決まってる！
終わった。疲れた。お疲れ様、純也さん。でも、楽しかったな。まだ終わっていないことがあるんだけどね。うん、どうすればいいのか。それは嬉しいけど、でも、とわちゃんがそれでショックを受けたらと思うと、やっぱり考える。
そうだよね。私は、とわちゃんのお姉さんなんだよね。私はもっと、とわちゃんと仲良くしたい。もっと一緒に、いろんなお話をしたい。それなら、ありがとう、純也さん。私、決めることができそう。私も、純也さんのことが大好きだよ。じゃあ、行ってくる。こんにちは、とわちゃん。あのね、
めんなさい、遅くなっちゃって。近所に住み着いている野良猫が子供を産んでね、おっぱいをあげ始めたんだけど、それを見ていたらついつい遅くなっちゃって。本当にごめんなさい、私がちょっと見ていこうって言わなければよかったんです。私も一緒だから、二人で一緒に選ぼう。その方が一人で選ぶよりずっと楽しいし。うん。ねえねえ、お店の場所ってこっち？それじゃあ行こう。セーブするね。